広沢がヒットでハウエルにつなぎますが、いい当たりはファーストライナーダブルプレー。斉藤うまく1点で切り抜けます。逆に巨人は5回にも駒田がレフトスタンドへ24号ツーランホームラン。巨人の左バッター用に起用された二浦でしたが、その左に捕まってしまいます。そして6回にはモスビー、こちらも左対左は関係なし、ライトスタンドへ19号ツーランを叩き込み6対1。野村監督の意表をつく系統、今日は実りませんでした。斉藤は8回、新井に一発を浴びたものの大量リードに守られ余裕のピッチング。関東でハーラーダービートップを独走する15勝目。エースの意地を見せ、この天王山1勝1敗に持ち込みました。ペナントの行方を左右しそうです。1回ヤクルト飯田がいきなりヒットで塁に出ます。2番の新井の時に盗塁を決めます。その新井のヒットで飯田が先制のホームを踏みます。さらに2アウト3塁1塁で6番の池山、フルカウントからの9球目、ボールが高い分内野の頭を越えました。なお3塁1塁で7番の畑、インコースのフォークをすくい上げます。14号スリーランホームラン。ヤクルトボールが上ずる桑田を攻めて5対0とリードします。先発の坂野、点をもらいすぎたのかピッチングのリズムが狂います。2回原がヒットで出て5番の駒田、偵察コースの当たりを広沢がエラー、ノーアウト3塁1塁とします。6番の吉村、巨人まず1点を返します。ワンアウト後吉原が歩いて満塁となり、ピッチャー桑田、高の弱気の虫が顔を出して痛い押し出しのフォアボール。続く篠塚とモスビーのヒットで巨人投手6対5と逆転。打者一巡して4番から気落ちした高野の初球を見逃しません。24号ツーランホームラン。巨人この回打者11人を送り8対5と一気に試合の主導権を握りました。巨人とは最後のゲームになる阪神中村監督、一方の巨人藤田監督、ともに優勝するためにはこのゲームは落とせません。阪神の先発は1週間ぶりの中込、立ち上がり1番篠塚はストレート、続く河合も三振にとって3番モスビー、今度はフォーク、三者三振のスタートを切ります。その裏の阪神、フォアボールのランナー2人を置いて4番パチョレック、巨人の先発はこれも1週間ぶりの宮本。詰まりましたがヒットとなって満塁。続く八木はカーブを見逃して三振。6番新庄、阪神先制のチャンスを潰します。続く2回のチャンスも生かせなかった阪神は3回、先頭の2番亀山、内野安打となります。続く小牧、一塁三塁と3回目のチャンス、宮本に強いパチョレック、詰まりながらもタイムリーヒットとなり阪神ようやく1点を先制します。3回までヒット1本の巨人は4回、先頭の2番河合、ツーベースヒット、ワンアウトとなって4番原、高めのストレートでした。2試合連続の25号ツーランホームラン。巨人はこの回さらに1点を追加し3対1と逆転します。
さらに巨人は7回ワンアウトで3番モスビー、阪神3人目弓永のカーブを思い切って引っ張ります。モスビーの20号ホームランで巨人4対1とリードを広げます。その裏1点を返された巨人は9回ランナー2人を置いて再びモスビー。センターバックスクリーンの右へ2打席連続の21号スリーランホームラン、巨人が7対2で勝ちました。で牧原を飛ばしての登板です。太陽は2回先頭のシール3球目カーブを狙っていたというシール読み通りのカーブを叩きます。23号ホームラン、太陽が先手を取りました。巨人はその裏5番の駒田、太陽の遠藤のストレートをものの見事に捉えました。特大の25号ホームラン、巨人たちまち同点に追いつきます。太陽打線をシーツのホームラン1本に抑えていた斉藤、思いがけないアクシデントに見舞われました。4回屋敷のこの当たり、左手を直撃。応急処置で再びマウンドに立ちます。今度は5回バッターはピッチャーの遠藤、強烈な打球が右肘を直撃。これで斉藤はマウンドを降りました。1対1で迎えた8回、巨人はこの回から石毛をマウンドに送ります。ワンアウト1塁で6番宮里、ライト線を深々と破るスリーベースヒット。1塁からレイノルズが帰って太陽を2対1と均衡を破りました。巨人は8回、フォアボールのモスビーを1塁に置いて原、レフト前へ落として2アウト1塁2塁、太陽のピッチャーは2人目の森田、バッターは2回にホームランを打っている駒田。フルカウントからの6球目、巨人同点のチャンスをものにできませんでした。ワンアウト2塁といきなりのピンチ、3番屋敷にストレートを狙い打たれ、桑田この試合も簡単に三振を許します。しかし首位奪回を狙う巨人もその裏、先発大門を攻め2アウト1塁3塁、ここで最近渡嘉敷チャンスで打たないと言われる駒田がタイムリーヒットを放ち同点に追いつきます。そして巨人は2回吉原からの攻撃、ファーストシーツが飛び出してしまって記録は内野安打、2アウト後3塁となって河合です。初球のストレートをフルスイングした打球はドームの最深部へ、第4号のツーランホームラン、巨人福平の思わぬ一発で3対1とリードします。なおも攻撃を続ける巨人はモスビーが出て原、高々と第26号ホームランを放ち序盤で5対1大きくリードします。そして4回が終わるとドームではヤクルト苦戦の途中経過、これには観衆も湧き上がりましたが、5回桑田が捕まります。連打でノーアウト2塁3塁とされ、屋敷にもセンターへ運ばれて5対3、藤田監督もこれにはたまらず動いて宮本を購入します。しかし変わった宮本がいけません。ワンアウト満塁とピンチを広げ、迎えるは代打青山。レフトスタンドに飛び込む逆転満塁ホームラン、今シーズン第1号、通算でも3本目のホームランに、ただただ呆然の巨人、強い太陽今日も7対5と逆転です。さて2人目野村の前に沈黙の続いていた巨人は7回、モスビーが3本目のヒットで出ると、江尻監督はここでいつものパターン森田を投入します。しかし巨人はこの森田から原も出て1塁2塁、迎えるは駒田。このダブルプレーは免れ、これでワンアウト一塁三塁、続くはここまで2安打の好調吉村。しかし外野フライすら打てず巨人1点も取れません。これに対し太陽は9回再び青山が満塁のチャンスにタイムリーを放ち9対5、試合を決めたかと思われました。ヤクルトが負けたとあれば是が非でも勝ちたい巨人、9回
佐々木に襲いかかり、まず駒田が右中間突破の2点タイムリーヒット。これで9対7とすると、なおも吉村がヒットで出てワンアウト1塁3塁、同点のランナーを出してバッターは岡崎。ついにこれで9対8、巨人が執念を見せます。そして2アウト後、1塁2塁となってバッターはこの人なくして今年の巨人を語れないという大久保。カウントは2ナッシング。最後は佐々木のフォークに手が出ず三振。巨人追い上げむらしく痛い連敗です。